ジャイアンツが1点。小宮山さん、先制点をプレゼントしてもらっていますが、ピッチングにも変化が出ると思うんですが、いかがでしょう。そうですね、やっぱり点を取ってもらえたということで、余裕みたいなもの。ライト方向を流しました。ライトの前に落ちました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、選球眼のいいバッターなのでストライク先行でいきたいですね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。ここはゴロを打たせたいですよね。そうですか。打ちました。セカンド取った。二塁送球、二塁アウト。さあ一塁には同点のランナー、バッターは北条。そして塁上には俊足の西川。ピッチャーとしてはランナーに彼がいると投げにくくなりますからね。本当にそうですよね。ファーストランナースタート。キャッチャー二塁送球する。セーフ。盗塁成功。ここで盗塁を許してしまいました。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。この盗塁は阻止したかったですけどね。ワンヒットで追いつかれてしまいますからね。やはり走力というのは大きな戦力ということですね。しっかりと抜けた。セカンドランナー帰れば同点。ワンバウンドヒットになった。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。イーグルス。バッテリーは警戒していたはずですが、ここで同点。さてバッターのウレーニャ、バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあ、やはり一発が怖いですね。パワーを持ったバッターですよ。ああそうですか。低め、これは外れた。うちのボール打っていった。抑えてツーアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。打席には4番バッターデスパイネ。ジャイアンツこの回1点を失っています。さあ同点に追いつかれ、なおも一打勝ち越しという局面。空振り。ここはランナーを変えさせません。この回点は取られましたが、ここで3回の裏に入ります。ジャイアンツ打順よく1番から始まります。吉川がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はファールフライに倒れています。ジャイアンツ同点で迎える3回の攻撃です。打ちました。セカンド取る。アウト。ワンアウトです。打席には2番バッター丸。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。インコースボール。ファウルになります。これが4球目。またファウル。見逃して三振です。ツーアウトになっています。3番バッター岡本、先ほどの打席でヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。打ちました。セカンドゴロ。山田一塁アウトでスリーアウトチェンジです。回は4回の表、イーグルスの攻撃。打順は5番上林。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、ファーストゴロに倒れています。ジャイアンツ同点で迎える4回です。さあ里崎さん、まずは先頭バッターですよね。まあそうですね、そのためにもここは丁寧なピッチングを心がけ。引っ張った。高いバウンド。亀井一塁そのまま入ってアウト。6番バッター山田。前の打席はシュートをうまく打たれましたから、今度はその使い方は考えたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。インコース詰まりました。涌井が掴んでツーアウト。バッターボックスには7番三好。先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。ツーアウトになっています。この豪快なスイング打ちました。弾き返した打球はセンターへ。この回イーグルス3人で攻撃を終え、ジャイアンツ4回裏の攻撃になります。バッターは坂本、先ほどの打席で犠牲フライを放っています。外野フライとはいえ、いざとなると簡単ではないですからね。はい、いい仕事でしたよね。ええ、そうですよね。ジャイアンツ同点で迎える4回の攻撃です。低めは外れました。
変化球タイミング合いません。2ボール2ストライクと追い込んでいます。インサイド落ちました。左中間に大きな打球、これはどうか、真ん中を破りました。バッターランナーは2塁到達。これで6試合連続安打。ノーアウトランナー2塁。ここはうまく打ち返していきました。ツーベースヒットを放っています。さあそして打席にはパーラが入ります。さあ勝ち越しのランナーを置いた状況となっています。こういう場面ですからバッターも集中してると思いますよ。なるほど、そうですね。外低め決まってストライク、155キロ。インハイ見送ってストライク、ワンボールツーストライクです。手が出ません、三振。さあそしてバッターボックスには亀井が入っています。まあジャイアンツとしてはまあ勝負強いこのバッターで決めたいところですよね。さあアウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。内へ、これは決まった。これは綺麗に落として決まっています。追い込みました。いい当たり、抜けた。セカンドランナー帰れば勝ち越し。勝ち越しのランナーが三塁を回った。ボールは中継、セカンドランナーホームイン。ジャイアン、さあ勝ち越したシーンですが、もう一度ご覧。やはりこういう場面では安易にストライクから入れません。ジャストミート、いい当たりだ。ここはセカンドランナースタート。ツーアウトランナー三塁と変わります。打順は8番安達。ジャイアンツこの回1点を入れています。さあ勝ち越しに成功し、なおもその点差を広げていこうかというところです。内へ、これは決まった。打ち上げた、高い打球、ここはフライになっています。掴んでスリーアウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回ジャイアンツ5回の表、小宮山さん、追われる展開となっているわけですが、このぐらいの点差の時にピッチャーはどんなことを考えるもんなんですか。いやもうとにかく一球一球集中するということですよね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。打ちました、セカンドが前に来る、セカンドが取る、アウト、ワンアウト。バッターボックスには9番住谷。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。センターに抜けました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。厳しい。いいところへ決めてきます。ストライクです。併殺狙い、インコースに攻めてきました。打ちました、ファウルになります。追っつけて打ちました、これはサードライナー。2番バッター北条、先ほどの打席で一時同点となるタイムリーを放っています。ツーアウトになっています。さてこのところのイーグルスですが、ここまで2連勝。引っ張った、取った、一塁送球、アウト。際どいタイミングでしたが、スリーアウトチェンジです。先発の涌井がバッターボックスに入ります。ピッチャーとはいえ積極的にバットを出して打ちに行ってほしいですね。そうですね。インコース決まってストライク、引っ張った、これはどうだ、三遊間抜ける。先頭バッター出ました、ジャイアンツノーアウトランナー一塁です。今のバッティングですが、なかなか良かったんじゃないですか。打順はトップに帰って吉川、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。惜しいですね。はい、変化球わずかに外れてボール。落ちる球を選択しましたが手を出しませんでした。打ちました、ショートうまくさばいて二塁を送ります。セカンドホースアウト、一塁送球、アウト、ダブルプレー。2番バッター丸、今日は盗塁を一つ成功させています。ジャイアンツダブルプレーでランナーなくなりました。高めのボール、打球はセンターへ、この打球はフライになっています。西川が掴んで3